ボートピア松江解説17周年記念競争優勝戦一号艇の瓜生正義選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。準優勝戦は1コースからコンマ一八のスタート。逃げての一着計7勝で優勝戦に勝ち上がってこられました。今節は低調期シリーズの中で一番いいエンジンを手にされたんですが、足の方はいかがでしたか。いや、もう3日目から足はあの全部。 いいいと思います全権備手にされた時には直線はまずいいかなと手応えを得ておられましたそうですね、まあ、その抜け出していくのはあれではないんですけどもした、はい、しかしそのレース足の部分はまだ修正の余地ありかなと序盤戦は。うんそうですね初日2日目はちょっとあの、まあ、出足レース足はちょっと甘いなとは思ってましたけどもそのあたりもではついてきて現段階では。 そうですね。あのー、いいと思います。はい、はい、では伸びを中心に出足も回り、足も上位の方にてるもうスタートもしやすいですし、もう、はいまあ、あのー、スタートバチッといけば出ていくでしょうし。ま、はあ、いはい、今回は4着が2回やったレースはかなり風も強いという準優勝戦も含めてそうだったんですが、このあたりはいかがですか？うん、まああの乗りこなされてないっていうのもありますけども、今本当あの、あのー、力不足だと思います。 優勝戦はではどんな水面になろうともどんな状況であろうともしっかりとご自分のターンをできるようにとそうですね今日ちょっとスタートを落としてあんまり届いてなかったんで、はい、もう本当にしっかりいければと思いますねではあと一戦集中するのみですねはい、はい、今回は九十日のフライング休み明けで優勝戦の一号艇ということになりました今年は五月の宮島周年に続く二回目の優勝がかかる一戦です番の方に一言お願いしますはいセッパーします応援よろしくお願いします